こんにちは、豊さん、はい、ちょっとびっくりするような記事を見つけました。何？大谷選手、ドーピング疑惑が浮上。やってるよな。やってるぐらいすごいよ。まあそういうことなんですよ。いやさ、大谷がやるはずがないよ。いやもうこれは白、もう 1000% 潔白です。ただなんでこういう、いやそのぐらい疑われても仕方ないぐらいの超人的なパワーを持ってるし、スタミナを持ってる、ね、そうなんですよ。だからもうこれはしょうがないよ、疑われてもね。確かにこれアメリカで噂というよりもそのぐらい超人的だよっていうことで記事が出ているんですけれども、やっぱりその今年で二刀流が3年目とで、今ホームランは単独、リーグトップに立ってます。で、まあピッチャーとしても6勝目で、今年トリプルスリーも行くんじゃないかと。もう全部取っちゃえよ、もう。いやもうサイヤングも全部、そうですよ、ね、サイヤングもこれ取ったらすごい。いやだからそれはもう疑われるよね。でも検査は定期的に行われてるし、はい、それでね、うん、出るはずがないから、まあ、もちろん何回でもやれみたいな。そうなんですよね、うん、今後も抜き打ち検査のやっぱ対象になる。それは何でかっていうと、そんな人が一人もいないからですよね、今までな。二刀流でこんなに成績残す、もうさ、あれだけの成績残すから、うん、もうあれはベーブ・ルースの生まれ変わりだみたいな。あれはベーブ・ルースが中に入ってるとか言い出して、急にもういろんなこと言われ出してきたよね。確かにすごすぎて、まあ、すごすぎて、まあ、そうなりますよね、うん、だし、あの体つきもそうですし、あのパワー、だってピッチャーやった次の日に普通に試合に野手に出てホームラン打ってとか。それがさ、はい、昨日平松さんに会ってね、話をしたの、はい、で平松さん、ピッチャーやった次の日はどうですか、うん、いやもう体バリバリで何もする気にならなかったよって。へえ、大谷平気だからね。そうですよ、ホームラン打ってますよね、なんなら。まあだからそれだけやっぱこう、はい、昔の選手よりも鍛えてるっていうことだよ。だからダルビッシュとか話を聞くとさ、うん、大谷の凄さってやっぱその成績じゃなくて真似できないぐらいの努力だって言ってるもんね。そうですよね。だから裏に帰ってね、アメリカの解説の方とかメディアが、例えば睡眠時間にしてもそうだし、全く家を出ないこともそうだし、そのトレーニングに関してもあそこまでストイックだっていうのをそんなに知らない人ももちろん、ね、いるよな。いるんだと思います。だからやっぱあれは人間じゃない、人間だとしたら何やってるか、なんかやってんじゃないの。亡霊なんだろう、ベーブ・ルースベーブ・ルースの亡霊だから、そうやって言われ出してきてるんだですよね。でここに来てジャッジが今離脱してるっていうのもありますけども、はい、ホームラン量産していて6月だけで打率4割2分6厘で、このままいくと50発ペース。いやだけどジャッジがね、どのこうのっていうよりも、はい、ジャッジなんて野手しかしてないんだから、はい、大谷は両方やってて離脱もしてないわけだから、はい、だからそれだけ鍛えてるっていうことだ。本当に鍛えてるから。そうですよね、はあ、はあ、もうね、だから努力する才能を持ってるというね、うん、まあ必然的にどうしてもそういう抜き打ちの対象にはかかりやすい。すればいいんだよ別に、うん、確かにそうです、してくださいみたいな、うん、そういうところで大谷選手のね、なんかストレスだったりとかがね、溜まっちゃうのは嫌ですよね。いやいや、ストレスは全くないよ。これなんでかっていうと、潔白だからあるはずがないんだよ、ストレスが、うん、いやどうぞ調べてください、うん、何でも言ってくださいって。だからそのぐらいすごいっていうことですよね。逆裏返せばそうですよね、うん、だから、まあ、もっとすごくなりますから、そんな感じだよ。そうですよね、うん、だからへでもないよ。へでもない。だから大谷が今、はい、US オープンやってるけど、ゴルフの、うん、はい、でみんなで話したんだよ、大谷がこれ本当にドライバーを習って打てるようになったら、これ絶対400ヤード行きますよねっていう。400ヤード行きます。400ヤード行くと思うよ。え、そしたらゴルフでもなんか多分ね、はい、大谷がバーンと振ったらシャフトが折れると思う。いや本当に、あのね、ロッテの黒木、今ピッチングコーチなの。黒木さん、はい、平松さんのクラブを借りてちょっと打たせてくださいよって言ったら、はい、折ったらしいから、バキーンって。本当ですか。いや、しなりすぎて。ああ、いや、だから大谷もそのあの力を持って打つと400ヤード飛ぶだろうし、うん、まあちょっと話関係ねえな。いや、そのぐらいのパワーの持ち主だ。そうですよね。そらね、みんなやきもち焼き出したんだよ。まあ、
大谷の能力に、そうですよね。あとはその海の外から渡ってきてる、しかも日本人でこんなことをしてる選手がいるんだっていうのもまたなんか、日本人じゃないんだよ、多分ベーブ・ルースの生まれ変わりだ。何人か分かんない。いやでももう宇宙人、偉人。いやそうですよね、やっぱ人っていう括りではできないような規格外ですもんね。ちょっと今までにな、類を見ない選手だから、はい、だからまあそれは疑いたくはなるだろうけども、でも時代はそういうふうな時代になってきたっていうことだよね。そうですよね、ただこれは契約の話もこう考えたんだけど、はい、やっぱりメジャーの詳しいやつに聞いたよね、いやもうトップクラスの選手を 2人取るぐらいだから FA とかでもう年俸なんかすごくなるだろうって言ったら、大谷って DH しか使えないじゃない、今までチームにいた DH とか、まあ、例えばヤンキースとかに入ると、ジャッジが100試合守ってて、あとの60試合ぐらいは DH に入る可能性があるんだって、そしたら大谷が来ることによって出番が減る、そしたらホームラン数が減る、そうなってくるとチームのバランスを取れなくなるっていうんで、分かる？大谷が入ることによって、で全チームもう DH 使ってるんだよ。だからどこに入っても今までいた DH がいるから、で守れはしないけどバッティングでは使えるとかさ、そういった選手が DH の枠を分け合えてるんだって、はい、今までは。でも大谷は大谷一択になるから、他の選手がいや DH で出たいのにチームに今日は使えないから出れないっていう可能性がある、はい、そうなってくるとやっぱ他の選手は死活問題だから、大谷が入ってくると出ていくんじゃないかって。もうそういうねことも言われ出してきてるの。まあでもそうですよね、現実的に現実問題そうなんだよ、はい、だからその DH っていうのは一人体制で行ってるわけじゃなくて、故障とかね、そういった選手、まあ守備につけない選手でも DH だったらできるっていうための DH らしいんだよ、だからちょっとね。そうか、プラスまだメジャーリーグでは導入してないんですけれども、あの先発が降りたら必然的に DH もどうなるかっていう、そういうことも加味してくるとさらに複雑な。いやそうだよ、だから逆に言えばそんなには出せないんじゃないか。でもまともに出したら2人分出さなきゃいけないわけだから。そうですだから1人400億、で2人って言ったら800億超えるよ。お前何ですか800億って。いや超えるでしょ。いやだからやっぱね、向こうも難癖つけてきてるんだよ。いやだからこう DH になるとさっき話したように、いや大谷一択ではいけないよとか、はい、そしたら大谷のホームランの数も減るよね、打点の減るよね、だからそうなってくると2人っていうんじゃなくて 1.5 倍じゃないのっていうような、なんかプライスダウンをしてるんですか。いやだからそうやって牽制をし始めてるっていうことだよ、大谷に対して。確かに今までに類を見ない。いやまあ2人分だよ、まあ、トップクラス2人分だぞ。メジャーのトップにこれ合わせた年俸を払わなきゃいけないということだよ。そうですね、払えそうですね、払えないですよね。だからあの2個にしとくからそれもちょっとお得に割り引いてみたいな感じにしと。お得感はあるかないか分からないよ、桁が違いすぎて球団側に。そうですよね、大谷選手がその外野、例えばライトとかを守るってことはないんですね。もう絶対 DH なんですね、だからいろんなこと考えたよ昨日話をしてて、じゃあそのままエンジェルスに。大谷が左で投げられたらいいのになって右肩休ませながら左で投げるって。すごいな、スイッチピッチャー。そう、いやピッチャーじゃなくて守る時だけ、まあ、DH じゃあ今日お前やって俺はライト行くからみたいな、その時は左で投げてるとか、そういうのがまたね超人的なのが出てきたらいいなって。オリックスの宮城、はい、中学かその頃っていうのはショートやってたんだよ。あ、ピッチャーじゃないんですか。右で、右も投げるんだあの子。左ですけどね、ピッチャー。そうなんですか。いやだからやれはできるんだよ。だからもう固定観念は外していかないといけない。そうですよね。そうだからそのトレードも今オフになるのか、日本時間の8月2日、8月1日もこのが一応その期間内の移動っていうのもありますし、そうなってくるとじゃあどこでお金はどうなんだっていうのもありますし、大変だな、大注目だよ、ね、だから結局そのエンジェルスに残るのかどっかに行くのか MVP いやだからエンジェルスじゃないとそういう大谷ルールみたいなのが他のチームだと適用されないんじゃないかって言われてる、
だからエンジェルスだと不満は出ないけど、僕が行ったら不満になってくるんじゃないかっていう。だからまあいろんな問題がね、いろいろ出てくるよね。人気だけに、人気だけに。だからこういうドミノケアとか もう出てくるんですね。こんだけ人気だから。ドーピングしたら毛が薄くなるっていうみたいな。そう、おっいや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 、俺はしてないんだけど。平田さんって元気の時ふさふさでしたもん。いやそうだけどさ、うん、でもその後は抜けてくるっていういや、まあ、ハゲはドーピング疑われるから。ひどい。ちょ、身の潔白を言った方がいいですよ。いやいや違う違う違う、俺はやってない、うん、そのドーピングが何なのかも知らなかったから俺らの時はあ、そうなんですね。そうかそうか。だから今ドーピングも筋肉強壮剤、増強剤か、もうダメ。強壮剤それ需要競争ですよね、はい、増強剤みたいなダメだし、はい、あと今成長ホルモンもダメっていう。何でもダメなんだ今。大変ですね。でもそんなことはしないよ。まあ、あのもうピュアですから。まあまあそうです。ピュアなものであそこまで行ってるわけなんで、まあ、そのぐらいの噂が出るってことはやっぱりそれだけすごい選手やきもちだよみんな、ね。まあ、そういうことですよね。そうそうそう。なんかもう全部長所なので一個でもなんか欠点ないかっていうのを見つけたからですね。違う違う、大谷をねそうやって言うと注目するから。ああ、またやば、俺らも